ドイツの日清食品出前一丁カレー麺、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細くてシコシコした歯触りで製品全体の印象を良くしています。スープはカレーっぽい辛さと香りが十分に出ていますが、一方で旨味の出し方が日本や香港の水準よりも控えめなので、クールというか素っ気ない感じがします。締めっぽさがありません。